こんにちは、鈴木です。今回も猫背矯正を行っていきたいと思います。まずこのように横になっていただいて、そうすると、もう見てわかると思うんですけど、かなり、肩甲骨が浮いて、指が3本分入るようになっています。本来正しい位置は、指が入らず、しっかりと床にしっかりとついた状態っていうのが正しい姿勢になります。今回は肩を回していくんではなくて、大胸筋とか胸をしっかりと押していきながら、猫背矯正を行っていきたいと思います。それでは、早速始めていきたいと思います。今回は後傾筋といわれる、筋肉、顎の下から首を通って、鎖骨の下にあたりに、ここにくぼみがあるんですが、そちらを、ほぐしていきたいと思います。凝り固まってる方だとかなりここを押されると痛みがあると思うんですが、いかがですか？痛みありますか？あ、結構痛いです。こういう感じで、肩甲骨が丸まってるとかなり凝り固まってて、痛みがかなり出てくるかと思います。しっかりとほぐしていきます。それでは片方の腕だけ回していただいてもよろしいですか？はい。先ほど比べて肩の周りっていかがですか？だいぶ楽になりました。ここが固まっていることによって、かなり肩の肩周りが改善されていきます。それでは次は小胸筋といわれる肩を巻き肩にする筋肉をほぐしていきたいと思います。小胸筋は肩から肋骨にかけてある筋肉で、この辺をしっかりとほぐしていきたいと思います。それでは肩を上げていただいて、ここをしっかり小胸筋をしっかりと手のひらでほぐしていきたいと思います。巻き肩がかなり強いと、ここを押されるとかなりまたここも痛みがあると思うんですが、痛みいかがですか？あ、ちょっと痛みがあります。かなり凝ってます。それではまた先ほどと同じように肩を回していただいてもよろしいですか？いかがですか？先ほどとまた楽になった感覚ありますか？そうですね、はい、なりました。なのでここもまた小胸筋もしっかりとほぐしていきたいと思います。と今みたいにここの、後傾筋と小胸筋をしっかりと、ほぐしていくことによって、先ほど説明したみたいに猫背が矯正されて床にしっかりとべったりとついた状態になっていきます。今回は、こちらの後傾筋と小胸筋の2点を、アプローチして、猫背矯正を行っていきました。以上になります。